全日空機、雫石衝突事故。全日空機、雫石衝突事故は、1971年、昭和46年7月30日に発生した、航空事故、空中衝突である。岩手県岩手軍雫石町上空を飛行中の、全日本空輸の旅客機に、航空自衛隊の戦闘機が飛行中に追突され、双方とも墜落した。自衛隊機の乗員は、 脱出に成功したが、機体に損傷を受けた旅客機は空中分解し、乗客155名と乗員7名の計162名全員が死亡した。1985年、昭和60年8月12日に日本航空123便墜落事故が発生するまで、日本国内の航空事故としては最大の犠牲者数を出した事故であった。百七十一年、 昭和46年7月30日、千歳空港午後0時45分発羽田港の全日空58便、ボーイング727から281機体、記号 JA8329 は、折り返し当たり便となる全日空57便の到着がすでに45分遅れていたため午後時25分に、定時より45分遅れて、地上滑走を開始し、 午後1時33分に離陸した。58便には自衛隊出身基調 k S、当時41歳、総飛行時間8033時間44分、副操縦士 TK、当時27歳、アメリカ人航空機関士 DMK、当時30歳、客室乗務員 TM、当時22歳、SY、当時24歳、SH、当時23歳、SK、 当時23歳の乗員7名と乗客155名が登場していた。基調以下3名は50便、57便に続く当日3回目のフライトだった。乗客のうち122名は団体旅行客で静岡県富士市の吉原遺族会の北海道旅行団一行であった。また3人は旅行会社の添乗員であった。58便は 箱館 NDB にジェットルート J10L で向かい、午後1時46分に通過した。この時の飛行高度は2万2000フィート、約6700メートルであった。ここで高度を上昇しながら、松島 NDB に向けて変身し、札幌航空交通管制部管制所に、松島 NDB 通過は午後2時11分の予定と通報した。ここから巡航高度を2 8000フィート、 約8500メートルに上昇し自動操縦で飛行していた。一方、航空自衛隊第一航空団松島派遣隊所属の F-86F 戦闘機2機、訓練機、機体登録番号92から7932、共艦機、同例2から7983は、変態飛行訓練のため、有志会飛行方式による飛行計画で、 航空自衛隊松島地を午後1時28分頃に離陸した。教官、一等空位、当時31歳は、訓練生、二等空想当時22歳に対し、離陸前に、訓練空域は、森岡であること、基本体系、ノーマルフォーメーション、疎開体系、スプレッドフォーメーション、機動体系、フルイドフォアフォーメーション及び単重陣、単純人体系、 トレールフォーメーションの訓練を行った後、松島飛行場を駅東し、自動方向探知機、ADF による侵入訓練を行う予定であること、変態の無線電話の呼び出し符号は、ライラックチャーリーであること、及び訓練時間は1時間10分であることなどを指示、したが、経路と高度については、説明をしなかった。訓練空域は、 横手訓練空域の北部を、その一部に含む臨時の空域、秋田県横手市付近であり、松島派遣隊は、ジェットルート J11L の中心線の両側 9km、高度2万5000フィート、約7600メートルから3万千0 0 0フィート、約9450メートルの間を、飛行制限空域とし、やむを得ない場合を除き訓練飛行を禁止していた。 岩手県岩手郡雫市町付近上空で午後2時2分39秒ごろ、東京方向へ190度の地震度をとって、飛行していた全日空58便機と岩手山付近上空を変態飛行訓練していた2機の自衛隊機のうち1機が、高度約2万8000フィート、約8500メートルで空中衝突した。教官及び訓練生。 約30分後に現場を通過した航空機の操縦士の報告によれば、事故当時、雫石町上空は視界は良好で、仮想運が少しある程度であった。事故を撮影した写真からもそれは確認できる。衝突の3分前、全日空機は高度2万8000フィート、約8500メートル、身体規速度、トス 487KTS、H。 約時速 902km、機種方位189から190度で、接触時まで水平定常飛行を行っていた。同じ頃、強寒機は高度、約25,500フィート、約7 8 0 0ル身体気速度約 445ktsh、約時速 824km で、右旋回を約180度行った後、 約15秒直進して左旋回に移った。左旋回中に、木の後ろ側、時計で6時半から7時の方向に、訓練機と、そのすぐ後下方に接近している、全日空機を認め、直ちに訓練生に対し接触を回避するよう指示し、自らは、訓練機を誘導する意図で右に旋回し、続いて、左に反転し、全日空機の下をくぐり抜けた。また同じ頃、 訓練機は、共感機の右側後方、約25度の線上を約5500フィート、約1650メートルの距離の地点の上側約3000フィート、約900メートルを飛行し、共感機の右旋回と同時に飛行要領に基づいて、高度を上げ下げて共感機の後を追った。ついで共感左旋回に追従しようと旋回中に、共感からの異常事態の通信が入り、 その直後時期の右側、時計の4時から5時、120度から150度の方向至近距離に大きな物体を目、直ちに回避操作を行ったが追突された。訓練機は左60度バンク軌道による回避を実施したが、衝突の約2秒前、距離約500メートルからではすでに手遅れであった。その上全日空機の進行方向に訓練機が、 回避する形となってしまったため、訓練機に全日空機が追いつく形で接近し、両機体の破損状況から、全日空機の機体の最も上の部分にある T 字尾翼の水平尾翼安定版、左先端付近前円を訓練機の右主翼付け根付近に引っ掛けるような形で追突した。全日空機にはコックピットボイスレコーダーは装備されていなかったが、 同期と千歳飛行場管制所、千歳ターミナル管制所及び札幌管制区管制所との更新は通常通りに行われていた。全日空機が事故当時に 135.9MHz で発信した音声が付近を飛行中の航空機によっても傍受されており、これらの音声の分析によりコックピット内の状況が分析された。これによれば操縦輪に備わっている。 全日空機機長のブームマイクの送信ボタンが衝突7秒前から0.3秒間、衝突2.5秒前から約8秒間にわたり、空押し、キーイングされていることがわかった。送信ボタンを空押しすると送信される搬送派が他の更新を妨害するため、操縦士が意識的に空押しをすることは通常はない。これら送信ボタンの押しを操縦輪の握り直しと、 捉えると、機長の動作はのように想定される。衝突後、双方の機体は共に操縦不能になった。全日空58便についてはしばらく降下しながら、飛行していた。その後、水平安定板と昇降打の機能を喪失していた。ため、降下姿勢から回復できず速度が急加速し、音速の壁を突破したことにより、約1万5000フィート、約5000メートル付近で、 空中分解し墜落、登場していた乗員乗客162名全員が死亡した。全日空機が音速の壁を突破した際のものと思われる衝撃音が森岡市内の病院屋上など墜落地から離れた場所でも確認されている。衝突直後には大きな白い雲状のものが発生した事実を多くの者が目撃しており、金曜日の晴天で白昼に起こった事故であったが、 全日空機が墜落していく姿を写真撮影したものも複数いた。事故発生後の写真に関しては、毎日新聞社発行のサンデー毎日1971年8月15日発行の緊急特別号の表紙に、全日空機チルトの見出しとともに、空中で自衛隊機と全日空機が接触し、機体が空中分解した後の全日空機が白い。 ジェット燃料の白煙を引きながら墜落していく様子を捉えた写真が掲載されている。偶然近くの青森県上空を飛行していたとは、国内航空114便パイロットや、花巻上空を飛行していた全日空61便のパイロットが状況を把握できず混乱に陥った58便からの通信を傍受していたが、それもすぐに途絶えてしまった。なお、 操縦士らは地面に激突して大破した機種の中で発見された。また機体が空中分解したため、事件現場の近傍で働いていたり通行していた、目撃者は黒い豆のようなものが落ちてきたと称している。乗員、乗客たちは安庭小学校のある西安庭地区を中心とした雫石町内の各地に全日空機の残骸とともに落下し、 極めて生産な状況で発見された。また、全日空機の車輪の残骸が民家の屋根に落下、貫通し、当時81歳の住民の女性が負傷した。墜落の衝撃による火災はなかったため、比較的早く犠牲者の身元が判明したが、遺体は高速で地上に叩きつけられたため、極めて生産な状況を呈していたという。 また遺体を検視していた警察が犠牲者のうち1名を取り違えるミスをしたため、身元確認の精度について疑問が持たれることとなった。一方の訓練機は接触の後、切りもみ状態に陥った。訓練生は射出座席装置のレバーを引こうとしたが、機体の回転による遠心力のため手をレバーへ動かすことができず、射出できなかった。しかし、キャノーピー。 風防が離脱していることに気づいたため、安全ベルトを外して機体から自力で脱出、パラシュートで雫石駅東南約300メートルの水田に降下し生還した。無人となった訓練機も空中分解し、田んぼに墜落した。また共感機は、松島飛行場管制所に全日空機と訓練機の接触を通報し、その後、現場上空を旋回して状況などを、 通報し続けていたが、帰還命令を受けて午後2時59分に、松島飛行場に着陸した。全日空機と自衛隊機の残骸のほとんどは、東西約 6km、南北約 6km の範囲に落下していた。全日空機の残骸は、左水平尾翼と垂直尾翼の一部を除いて、国鉄田沢湖線一づく駅の東 2km から 3.5km、 南 3.5km から 5km の範囲に落下した。訓練機の残骸は、右主翼以外は、雫石駅の西約 1km の地点に、翼付け根から、先の右主翼は、雫石駅の東 1.3km の地点に、落下した。岩手放送、JNN、TBS 系列は、事故直後の午後2時30分に報道部員を、総動員して、事故現場へ向かった。 その後テレビ中継者やラジオカーも午後3時頃に岩手放送を出発し対策本部が置かれた安庭小学校へ到着して取材を開始した。午後6時から全国へ向けて JNN 報道特別番組を放送し帰ってきたウルトラマンなどを休止して事故の状況を伝え現場からの映像も他局よりも早く放送した。その後 TBS の中継者も現地に到着し、JNN における報道体制が整った。なお、事故当日に放送予定だった、帰ってきた、ウルトラマン第18話、ウルトセブン3条は、翌週の8月6日に順延されたが、冒頭の OP タイトル部では、帰ってきた、ウルトラマンの主人公、ゴーヒデキ隊員、ダンジローによるお詫びのナレーションが入った。これは、 ウルトラシリーズの作品が JNN 報道特別番組によって休止、順延された唯一の事例である。本事件の裁判で争点とされた、あるいは問題となった点は次の通りである。ここでは、このうち事実認定上の問題についてのみ、大まかに触れるにとどめる。自衛隊機の教官と訓練生が、事故発生後33時間後に、岩手県警に逮捕され、 業務上過失致死と航空法違反で起訴された。なお、航空法違反は安全な飛行を怠ったとする83条に抵触したとするもで、この条文は個人、法人の双方に責任が認定される可能性のあるものであった。過去に発生した日本の航空事故では自衛隊機と全日空機が 発送路で衝突した事故として、全日空小牧空港衝突事故1960年、昭和35年がある。この事件で逮捕起訴されたのは管制官のみであり、管制官は有罪判決となっているが、双方の操縦者は責任を問われていない。一方で検察が自己責任があると判断した、全日空機仙台空港着陸失敗事故、1963年。 昭和38年と日本航空 MD11 機乱高下事故1997年平成9年では裁判の結果無罪判決となっているが日東航空つばめ号墜落事故1963年昭和38年では乗員が有罪となっているこれらはすべて乗員が生存していた航空事故であるが乗員が死亡した鉄道事故の場合は がらき高原鉄道列車衝突事故、1991年、平成3年と JR 福知山線脱線事故、2005年、平成17年がある。両事故では死亡した運転手だけでなく、鉄道会社の運行管理者についても検察庁に書類送検されており、いずれの事故も後に法人としての自己責任を追求されている。第一審の森岡地裁。 1975年、昭和50年3月11日は、教官に金庫4年、訓練生に金庫2年8月の実刑判決を言い渡した。森岡地裁は、全日空機の飛行経路については、完成状な保護区域内西側飛行していた、とし、衝突地点については、本県全証拠によるもこれを確定することができ、ないし、証拠裁判主義の原則から、 強いて推論すべきでない、とした。弁護側は、全日空気操縦者に過失があったと主張したが、裁判所は、被告人らに過失があったことを否定するものではないとし、さらに、信頼の原則についてもこれを入れる余地はないと強いる。第二審の仙台交際、1978年、昭和53年5月9日は、共感の控訴は棄却したが、 訓練生に対しては一審判決を破棄し無罪を言い渡した。訓練生は当日の臨時の訓練空域の位置、範囲も Z√J11L の経路も知らなかったため、キー確認義務の存在が認められず、さらに全日空機は接触の29秒前からは訓練生の中止野外あったため、結果の予見可能性がなく、 従って見張りの注意義務違反が認められないとされたからである。仙台交際は全日空機の飛行経路及び接触地点については事故調査報告書の推定に合理性があるとして事故調査報告書の通りに認めた。上告審で被告人弁護側は海保安春に新検察側鑑定人の鑑定書を根拠に全日空機が Z ルートを大きく外れて飛行したため、自衛隊設定の訓練空域内で空中衝突したとして、教官の無実を主張した。最高裁、1983年9月22日判決は、教官に見張り義務違反があったことを認定したが、被告人に対する量刑は、教官一人にのみ刑事責任を負わせており、ひどすぎるとして、二審判決を破棄し、 禁錮3年執行猶予3年の判決を下した。執行猶予をつけるために、禁錮3年に減刑したのである。最高裁判決によれば、事故当日の権威は次のようなものであった。このような事情から最高裁は、減刑の理由として、航空路に隣接して、訓練空域を設定した上に、被告人らに特段の説明もなく、 ずさんな計画に基づく上官の命令による訓練であり、被告人らは連命令を拒否できなかったとして、上司の自衛隊基地幹部の怠慢があったことを認定した。なお、事故当初は訓練命令を出した部隊長も捜査されたが、最終的に起訴が見送られ、上司の自衛隊幹部は誰も起訴されなかった。乗客遺族による民事裁判は国を被告としたものが起こされた。 例えば、死亡した大学助教授の妻子に対する東京地裁判決は1974年、昭和49年3月1日に4、823万円の支払いを国に命じ、国側が控訴しなかったためそのまま確定した。全日空側、全日空及び全日空に期待の保険金を支払った保険会社10社が国に対して、 国家賠償法第1条による損害賠償等を求める訴訟を提起したところ、国が全日空に対し民法715条に基づく損害賠償を求める搬送を提起し、全日空側と国側の双方が互いに損害賠償を請求し合って争うことになった。全日空は事故による営業損失など18億円、保険会社は全日空に支払った全開した。 旅客機の航空保険金25億円。国は事故で喪失した戦闘機と被害者遺族に建て替えて支払った賠償金など19億円それぞれ請求するものであった。第一審の東京地裁1978年9月20日判決は、共感機は接触の44秒前から14秒前の間に全日空機を指認し、訓練正規に 適切な回避操作の指示を与えれば、また、訓練機旗は、同44秒前から30秒前の間に、全日空機を視認し適切な回避操作を行っていれば、事故の発生を十分回避でき、全日空機は、同30秒前から10秒前の間に、訓練機旗を視認し適切な回避ミサをしていれば、事故の発生を十分回避できたと認定し、双方の過失を退避すると、 過失割合は6対4であるとした。そして、この過失割合に従い国は全日空へ2.7億円、保険会社に13.2億円を支払うよう命令し、全日空は国に7.1億円支払うよう命令した。第二審の審議は、双方の主張が鋭く対立したため判決まで10年以上かかった。東京高裁、1989年。 平成元年5月9日判決は、一審よりも自衛隊の過失割合を厳しく認定し、国に全日空一であるとした。これは、訓練空域設定自体に過失があり、自衛隊機も航空機ルートの間近で見張り義務を怠った、全日空機も衝突7秒前に決断すれば、衝突を防げたのに回避措置を取らかった過失があるが、Z ルートの保護空域内であり、過失の程度は、 小さいと判事した。そのため、自衛隊、国の過失が重いとされた。また、損害額の認定にあたって航空機がたとえ新品、事故機は、就航3ヶ月であったであっても、使用した年数に応じて、減価償却した金額であるべきとされた。なお、裁判では、全日空機の機体損害額は22億665万8377円で、あると認定されたが、 すでに航空保険金でそれ以上の支払いを受けたとして、賠償請求権は消滅したとされた。その上で、東京高裁は、国は全日空に7.1億円、保険会社に15.2億円、全日空は国に6.5億円を支払うように、判決を下し、双方が上告しなかったためそのまま確定した。なお、東京高裁は、全日空機の飛行経路を、 事故調査委員会の認定よりもさらに西寄りとし、空中接触地点については、小牧や地区やはず橋に沈めから北西 1.5km の雫石町西根の八丁や地区北側を中心とする、半径1キロメートル以内とし、その西原は J11L の線上から西に約 6.7km 離れた地点で J11L の保護区域の範囲内であるとした。 当時はまだ常設の航空事故調査委員会が設置されておらず、事故調査のため、全日空気接触事故調査委員会が総理府に設置された。この全日空気接触事故調査委員会が1972年、昭和47年7月27日に運輸大臣に提出した事故報告書では、事故の原因は次のように発表された。また、 事故報告書は事故の背景として航空交通の急速な発展に伴い主樹の問題が発生していると指摘した。早急に法制度の整備と完全な実施を行うべしとしたのは次の5点である。当時の国による航空管制はレシプロ機が飛行していた時代と基本的に変わっておらず、東北地方を服域する航空路監視レーダーは設置されておらず、 航空路管制は操縦士からの位置通報をもとに、地盤上で識別し、指示及び許可を与えるというノンレーダー管制が主流であった。その上、ジェットルートも1950年代に、ジェット機に比べ運行速度が低いレシプロ機旅客機を運行する前提で制定されから変更されておらず、ジェット、プロペラが混在し、大変危険な状態であり、また、訓練空域を横断する。 航空路が設定されていた。また戦後になって旅客機と戦闘機が空中衝突する事故がアメリカでは1950年代から1960年代にかけて続発していたが日本においても1965年頃からニアミスが続発していた。いずれにせよ事故調査報告書の韓国の通り航空行政立ち遅れが事故の発端であり 現在のように自衛隊レーダーサイトによる訓練支援、航空路監視レーダーによる航空路管制、訓練空域と航空路等の明確な分離、航空局と航空自衛隊間の演習訓練空域使用に関する連絡調整システムが確立されていれば起こり得なかった事故であった。この事故以降、同種の事故は現在まで発生していない。 事故直後の1971年8月7日、政府の中央交通安全対策会議は、1、自衛隊訓練空域と航空路を完全分離すること、2、訓練空域は防衛庁長官と運輸大臣が協議して公示すること、3、その域内を飛行するすべての航空機に管制を受けることを義務付ける特別管制空域を拡充することなどを定める、 航空安全緊急対策要項を発表した。1975年、昭和50年6月24日には、改正航空法が参議院で可決成立し、同年10月から施行された。この改正航空法には、1、航空管制空域における極限飛行と訓練飛行の原則禁止、空港周辺空域における通過飛行の禁止と速度制限。 特定空域の高度変更の禁止と、速度制限などの運航ルールの厳格化。2、ニアミス防止のために見張りなど安全義務と、ニアミス発生時の報告義。3、トランスポンダとフライトレコーダー等の安全運航に、必要な装置の装着義務が明記された。そして、4、これらの規制はそれまで適用されていなかった、自衛隊機にも適用するものとした。答申を受け。 運輸省は航空路監視レーダー ARSR の導入を推進し、1991年平成3年6月に日本国内のほぼ全域を17機のレーダーでカバーし1機が故障しても他のレーダーでバックアップが脳なレーダー管制システムが完成した。また空中衝突防止装置 TCS が開発され、日本国内を飛行する。 最大で陸重量5 7 0 0ラムを超えるか、旅客定員19名以上のタービン機への装着が、航空法で気づけられた。この事故の責任を取る形で、当時の防衛庁長官、増原慶吉と航空幕僚長、上田康弘が辞任した。有罪判決を言い渡された元教官は、自衛隊法の規定により失職した。元教官は再審請求も辞退し、 パイロット職に復帰することもなかった2005年8月死去。また、訓練生は最高裁判決後、戦闘機から救難機パイロットに転じ2003年平成15年10月に定年退職するまで人命救助の任務に当たった。全日空機が墜落した現場は異例の森として整備され33回機に当たる2003年まで同所で 毎年例祭も開催されていた。2003年、平成15年以降は遺族らによる、組織、一般財団法人慰霊の森や地元住民、全日空社員によって大切に維持されている。全日空機の部品は、2007年、平成19年1月19日から、同社の研修施設内、東京都大田区下マリコに、全日空松山沖墜落事故など、 他の人身死亡事故の残存する遺品や資料を保存、展示して、社員の安教育を行う ANA グループ安全教育センターで公開されている。センターでは、事故現場近くで回収した部品のほか、垂直尾翼下のエンジン空気取り入れ口の一部や、胴体側面のジュラルミン性外反など、雫石事故のものは、入り口から、すぐの位置に展示されている。なお、2006年8月、 墜落現場から数百メートル離れた急斜面に窓枠や座席など事故機の部品10点区が埋まっているのが発見され、全日空社員によって回収された。ANA グループでは、本事故と全日空61便ハイジャック事件が発生した7月を航空安全推進、航空保安強化月間として定めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。